久しぶりです。今日はですね、日本に、もう30年おられるという、超日本通のですね、アメリカ人のエルドリッジ先生をお迎えしました。エルドリッジ先生は10年近く前まで大阪大学の教授もやっておられまして、日本通でありかつ大阪通でおられるということで、まあ私とは東京ですから非常に親しみもあっていろいろご指導いただいているんですが、実は10月も末でして、いよいよ11月の初めにアメリカの大統領選挙があるわけですが、やはりトランプが続投なのか、あるいは、民主党の候補が勝つのかということでワイワイ言っておりますけれども、どちらに勝つにしろ日本の選挙ではありませんけれども、日本に非常に大きい影響を与えることは間違いない。特に最近は隣の中国が GDP の世界第2の大国ということだけならいいんだけれども、政治的に東シナ海をはじめあちこちに強硬な姿勢を示しておりますから、中国に対する姿勢をアメリカはどう取るのかということも問題として考えておかなきゃいけないし、それについて日本がどう対応するのかということも考えておかなきゃいけない。まあ、いろいろ選挙の予測と、結果としての日本への影響、そして日本はどうすべきかと。最後にですね、やっぱりお聞きしておきたいのは、まあ、日本で30年おられてですね、それも、コテコテの大阪文化も見ておられますから、そういうさなか5年後には大阪万博もあります。まあ、日本のですね、技術でもって将来の世代をですね、こういう素晴らしい社会に作っていくんだという未来の展示会ですので、まあそれに対する期待とか、あるいはまあ教授の見方とか、そんなこともお聞きして、トータルで日米を語るという会合にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。佐藤先生どうも、この間もありがとうございます。今日はですね、今ちょっと申し上げたようなことで、はい、まあ、日米をお互いよく知っている関係ね、うん、私もアメリカは西海岸と東海岸ほぼ同期間住みましたので、うん、よく分かっているつもりでありますけれども、うん、まあ、先生は逆に30年、日本、それも関西におられたので、はい、余計その日本の文化ということを慣れ親しんでおられると思いますので、まあ、そういったお互いのよく似た関係で、はい、両国の比較をしてみたいと思っているので、よろしくお願いします。さて、11月は8日でしたっけ、大統領選挙。3日か。はい。あ、そうだ、別に。現地で。そうですね、3日で。そうですね。いよいよ11月3日、文化の日にやるわけですけれども、どうですか、つまり。どんな情勢で、どう見ておられるか、ちょっとお聞きしたいです。うん、ぜひ。ですね、まあ、まず申し上げたいのは、うん、私はどの党にも所属してない立場、中立的な立場ですけれども、でも4年前の、ですね、大統領選挙の時、トランプが勝つことが、ですね、大体7月頃が分かりました。そうですか。はい、というのはその向こうでその党大会が開かれているんですけれども、うん、民主党と、うん、まあ、共和党、うん、で、まあ、実はそれ以外2つの政党があるんですけれども、緑の党と、まあ、自由党というものですけれども、まあ、残念ながらメディアは第3の政党は取り上げない、うん、もう相手にされない、うん、で、それによって結局国民がその2つの主要な政党以外の選択があることさえも知らない、うん、という問題があるんですけど、そういうもんですかね、はい、選択あることを知らない人がいるかも、ね、知らない、はい、で、例えばちょうど、この、収録したその24時間以内だったんですけども、うん、3番目の、うん、大統領候補の討論会があったんですけれども、うんうん、それは結局バイデンと、バイデン候補とトランプ現職との間のやり取りだったんですけども、うんうん、本当はそれ以外2人が登壇させる人があるんですけれども、うん、それを出さない、でこれ、まあ、約30年近く出さないことになっているんですけども、うん、その意味ではアメリカの民主主義がちょっと、まあ、停滞しているところがある、うん、それに対して日本は、まあ、たくさんの政党があって、うん、より自由に議論が、うん、できるのは、うん、
まあ、あの恵まれているというか、うん、憧れている存在かなと思う、うん、でその4年前の大統領選挙の時にもうトランプが勝つことがもう本当に明確だった。私から見ればメディアは全然違う報道していた。そうですよね、全然逆だった。であと、まあ、日本の中でもまあ、そのトランプを軽視する傾向があったんですけれども、うん、だけど私はそうではない。もうね、民主党でヒラリーで決まりというような感じだったんですよ、雰囲気だった、はい。で、今回はまあ、いろんな世論調査で、トランプが負けている、バイデンが強いという、うん、その雰囲気を作ろうとしているんですけれども、うん、まあ、4年前 の、 その間違った報道を、うん、ですね、やっぱり無視できないと思います、うん、今回も、まあ、違う結果になる可能性が、うん、否定できる。今時点でもそう思いますか、はい。あ、で、まあ、私は4年前から申し上げているんですけれども、うん、このトランプはいいかどうかというより、うん、野党である民主党が、うん、いかに反省、まあ、できる、改革できる政党になったかどうか、うんうん、で私はこの4年間見てきた民主党は全く反省していない、していない、改革もしていない、うん、むしろ悪化している、悪くなっている、うんうん、でもしそれでもバイデンが、うん、勝つだったら、これがアメリカにとって大きな打撃になります。つまり口はきれいけれども、うん、やってることが非常に汚い。なるほど。でトランプは分かりやすい、口が汚い、やってることがやや汚いけれども、いかんせいが、まあ、そういうのがあるんですけど。確かにね、言ってる通りしてるからね。はい、うん、でそのまあね、そういうことで、その多くの国民がそのきれいなことしか言わないバイデンの民主党に騙されてるんじゃないかなと、うん、私は非常に心配してます。うんうん、で4年前と比べたら今アメリカ国内がものすごく分断している、うん、してますね、でますます悪くなっている、うん、であんまりその対話ができない、うん、例えばバイデンを支持する人とかトランプを支持する人で、私は中立ですけれども、このトランプに勝つのによりいい民主党を作れないとダメというのが私の立場です、うんうんうん、でそれが健全な民主主義につながると思ってます、うんうん、でバイデンの悪いところをもう無視して黙認して、とにかくトランプ以外の人がいいというと消極的な投票行動は良くないので、うん、今でもそんな雰囲気になってたんじゃないですか。かなりそういう雰囲気になってます、ね、うんうん、だからこの人を信じている、この人が言っている政策を全面的に、うん、支持したいという行動ではない、ではない、もうとにかく相手がダメだから、でそういうようなことがもう長年続いている。で要するに妥協の産物によってますますレベルが低くなっている、うん、で先生がおっしゃってた文化の日、日本で言えば文化の日、アメリカの政治文化がものすごく低下しています。今民主党がですね、改革されていない、進歩していないとおっしゃいましたね、うん、はい。どういうところを指しておられるのかね。例えばサンダースとかいう、ああいう非常に左寄りの人が出てきてるじゃないですか、はい、今までね。はい、前回選挙ですよね、はい、しかも相当の支持を受けているというか、その辺を民主党の体感の一つの兆候だと見ておられるのか、どの辺ですか、民主党が良くないというのは。そうですね、例えば、まあ、特に去年から始まったその、うん、まあ、予備選で、うん、正式にはもう今年始まったんですが、うん、この予備選の時に、うん、その民主党の、まあ、委員会、そのいわゆる本部が、うん、いろんな方法を使って、うん、まあ、不正を繰り返したり、でそれによってその今おっしゃってた、例えばサンダースを支持する民主党の、まあ、本来の姿、うん、あるいはその少なくとも革新系の人たち、うん、若者とかは、ですね、投票してもそのカウントされないとか、うん、あるいはその党員投票でそんなことやってるわけですね。そうで、
いろんな本当に汚いやり方を、うん、4年前やったんですけども、それがますます広くなって4年前はあれですか、そういうことをしてサンダースを通そうとしたんですか、あるいは他のヒラリーを通そうとしたんですか。その時はヒラリーが、ですね、党委員会とすごいもう密着な関係があったので、うんうん、例えばその討論会の時に、うん、ヒラリーに事前に質問を渡したりしていた、要するにメディアとの癒着もあった、ね、でそういうようなことがあったんだ。でそこで4年前の場合は革新系の党員はあのようなやり方をする人にはとても入れられない。はい、で今回例えばバイデンは、ね、ヒラリーよりその、まあやや保守的な政策を取っている。したがって、この党の中心であるはずの、まあ、人たちが、かなりやっぱりその支持できない政策を打ち出している。例えばその、給料を、最小限の給料を、ね、$15の設定は、バイデンがなかなかOK と言わなかった。要するに最低賃金を引き上げるという話に対してバイデンも OK 言わないわけね。最初は言わなかった。そう言わなかったけど今は言ってる。まあ今は口で言ってる、うんうん、でもう一つ例えばその医療、まあ、保険改革に関しては、うんうん、ヒラリーは、まあ、65歳を60歳に持っていく、うん、ということだったんですけれども、うんうん、すみません55歳まで、うん、引き下げるということだったんですけど、うん、バイデンはいやそうではなく60歳から、うん、だからちょっと逆戻りしている、うん、であとそのそれはあれですか、年金の支給年齢ですかとか、はい、であと、あとまあ、医療の保険もそうです、うん、であとそのね、その党の、まあ、方針、いわゆるその公約の委員会を作ったんですけれども、革新系の意見は一切取り入れられない。で、さらに、もし内閣というか閣僚を作った場合は、共和党から大いに人事を活用するという。やっぱりね。はい。で、そのような民主党に、まあ、なっているのは、本来民主党を支持した人たちからすると、もうとんでもない。だけれども、とにかくトランプ以外はいいということで、逆戻りしている民主党を支持している。だから、ますます悪くなっている。はい、そういうようなところがたくさんある。意外とその辺は知られてないと思います、日本ではね。はい、私も初めて聞くような感じがします。はい、で例えばサンダースは、まあ、日本では革新と言われているんですけども、うん、国際的に言えばそうではない、まあ 普通だよね、普通のこと、うん、でだけどもかなりその革新系と言われて批判されている、うん、だから日本ではその、まあ、私から見れば正しい議論がされていない、うん、アメリカの政治について、うん、正しく伝えられていないってね、はい、うん、そうかもしれませんね。で、あとそのメディアと民主党の癒着ですけれども、うん、ますますまあ、悪くなっている。うん、で例えば今回、若者が好きな雑誌、うん、ローリングストーンという、うん、音楽とか文化、はい、で政治、社会問題やってるんですけども、ですね、ちょうど先週出た後には、バイデンを全面的に支持すると、うん、書いてるんですけども、うんうん、でそれが、まあ、それは自由ですけれども、うん、書いてる内容が全部嘘である、うん、でよっぽど政治に関心がなければ騙される内容です、うんうん、だから要するに嘘つきのトランプに勝つのにバイデン陣営が嘘を言わないといけない、うん、そのぐらいのアメリカの民主主義が停滞してる。トランプは嘘を言ってるんですか。そういうわけで、いや、みんな言っているんですけど、うん、トランプが嘘つき、うん、で嘘つきの人に勝つのに嘘を言わない。嘘つきでなきゃ勝てないって意味ですか。そう、はい、真実が伝わってないということですね、うん、まあ多少どこの国でもそういう傾向はありますけどね。要するに建前論で
議論をするんですね、はい、実態を言わない、実はこうだっていうことをあまり最近の政治家は、まあ、日本の総理言わないんですね、はい、建前だけを言う、建前だけを言う、はい、それでやっぱり現実とずれてるんですね、はい、実際それは僕も思いますよね、はい、うんうん、ところでそのまあトランプが勝つかバイデンが勝つか分かりませんけれども、いや実はね日本の政界ではね、そのアメリカの現職の副大統領に会った政治家は総理大臣になるという、うん、あの言い伝えがあるんですよね、うんうん、それでまあ、 あの菅さんはですね、僕と当選同期なんだけど、彼は今の現職の副大統領に会いましたね、うんうん、アメリカ行って、はい、ワシントン行ってね、はい、で石破さんも実はあの時はバイデンか、バイデンで会ってるんですよ、うん、ワシントンでね、うんうん、まあ石破さんは慣れてませんけどね、うんうん、なんかねそういう言い伝えがあるんですよね、うんうん、でまあそういうことで日米の関係ってのは極めて密接だし極めて影響があるし、そういう中で、もし今トランプですけど、うん、もしバイデンになったらどういう日本に対してどういうことが起こるかと、特に中国との関係等においてはどのように考えられますか、うん、あの日米の日々の関係は多分、うん、あのまあ、日本の専門家あんまり変わらないでしょ、変わらないと思うんですけど、うんうん、あの日本の専門家たちは、うん、民主党の中にもたくさんいる、うん、あるいは共和党けれどもトランプと協力しない、うん、共和党の人、ロムニーとかね、はい、うん、その日々の調整はそんなにあの、うん、あの問題ないと思うんです、はい、しかし心配しているのはより大きな戦略の中で、うん、おそらくバイデン政権になったら、うん、対中関係、うん、中国との関係を非常に重視する、うん、その意味ではあの日本を超えて中国と、うん、やり取りする、うん、でその意味ではあの例えば90年代にあった日本パッシングの現象が、うん、あの今より起こるになる可能性が十分、うん、あるのではないかと思う、うん、で要するに日本が犠牲になる、うん、まあ、なんてその日中、うん、米中関係とか、日米中関係になるかなと思ってます。で特に例えば領土問題とか、あるそのあのまあ、私から見れば中国が日本にとって一番脅威と思ってます、うん、外的な脅威で要するにあの中国は日本 の、 その国際社会における地位を落とし締めようとしている、うんうん、そうですね、だからますますその日本を孤立する、うん、孤立化する、うん、で日米関係の中の日本の立場を低くして、うん、中国をまあ、日本より強い発言権があるように、うん、あるいはその、まあ、あの国際社会において、うん、日本がなかなか自由に行動できない、うん、あの悪者にするんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん、なるほどね、うん、まあ、あの幸か不幸か、安倍総理はトランプと意図的に親しくしましたから、だから形は日本を結果として立ててたかどうかは別として日本の存在を無視せずに、きちっとやってたような感じがするんですよ、うん、トランプはね、はいはい、うん、だけどまあ、今度大統領が変わり日本首相も変わると前と同じようなことが継続して行われるという保証はないですもんね、うん、まあ、あのご存知のように例えばその、 あの在日米軍の駐留費の、うん、増額の要求とか、うん、それがまあ一応来年3月まで交渉が決着しないといけないんですけども、うんうん、まあ、最近日本はまあ1年間、1年ごとにその交渉するとか、うんうん、それがあのなかなかいい代案だと思ってます、うんうんうん、私はね、あの駐留経費の負担の問題についてはね、本来国の防衛っていうのは自国でやるもんです、日本の防衛は日本でやるべきもんですけどね、うんうん、だからそれを代わってアメリカがやってくれている、それは親切ということではなくてアメリカの利益、日本の利益がその時点で合致してるからそういうやり方をやってるんだと私は思います、うん、アメリカはやっぱりアジアの平和を保たなきゃいけないという責任感もあるし、国としてもそう思ってますから、でそのために日本と組む必要がある、アメリカにとっても日本が必要なわけですよ、日本にとっては当然
自国の防衛という意味ではアメリカと組まなきゃ核の時代ですから十分できない。だからその必要とする経費はね、自分のとこで全部やると考えたら、安いもんであってきちっと負担すべきだと私前から言ってる。だから思いやり予算というのは間違いだと。あれはですね、当時の金丸信さんが、負担費を増額するのに野党が反対するから、いや要は思いやりだよと、審査してあげるよと、こういうようなことで、説得しようと思って考えたことだと思うんですよ。思いやりじゃなくて自分の守るために、自分の必要経費なんですよね。だからたとえ高くてもそれは負担する気だっていうのは私の主張なんですよ。まあ連々はそう言ってるんですよね。なるほど、まあ、増額はいくらでもできると思うんですが、私はあの4年前でこういう議論したとき、心配していたのは、このトランプが大統領になるまで、最後に彼が来日したのは、平成2年の2月だった。したがって、この、まあ、その後の26年間、日本がいかにその国際社会においてその、まあ、役割を果たしているのかが、彼は多分知らなかったと思う。でそれが安倍総理のよくあのされたことだなと思ってます。つまり説得しに行ったと思います。ただやっぱりその、まあ、交渉のために彼は、まあ、去年から、再び言い出してて、で私はじゃあそれだったらあの、まあ、例えば、まあ、決まった金額で、まあ、交渉、数値で決まった金額を増額するが、その代わり例えばあの日米地位協定の改善すべきところで交渉しましょうとか、あのいくらでもその、まあ、交渉できるものがあるというふうに思ってます。で私の海兵隊の先輩が、あの彼がその、まあ、米側に支払うとか、その在日米軍のために使うのではなく、その増額した分を自衛隊にあげなさい、と彼が言っている。つまりより強い活躍できる自衛隊が最終的に米軍にとってありがたい、はい、だからそういう選択もある。増額してあの鋭い交渉するか、増額してその増額分が自衛隊にとってはありがたいけどね、すごいね、自衛隊にとってはありがたいですよね、まあ、確かにね、私もそのアメリカも本当によくやってると思うんですよ。実はその諸外国に中央軍を置いてですね、防衛をしてるじゃないですか。例えば湾岸戦争なんかにね、やっぱアメリカだって死にたくないわけでしょ。だから結構傭兵をすごく雇ってますよね、南アフリカから ね1日4万円とか4万5千円ぐらい払ってるんですよね。もうちょっとたまになったら死ぬかもしれないから、リスクがない、大変な金も使ってるわけですよ。だからあのアメリカ人からしたらね、なんでこんなところに行って俺は命を危険にさらさないといけないんだと思ってる人もいると思うんですよね。たくさん絶対いると思いますよ、はい、だからサンダース候補が受けるのはそういうところですよ。今年あんなに人気があったのはそこにあった、はい、あ昔の話してたんですけど、私アメリカにいたのは69年か71年2年間なんですが、コロンビア大学の寮なんか一緒にいますとね、そのベトナム戦争行って帰ってきた連中ですよ。20人ぐらい殺してきたって、ちょっと頭おかしいぐらいなんで、ね、それで向こう行くと、あの確か OTCA って言ったかな、なんかその軍の勤務をやると国内留学できるんですね、そういう制度って来てました、大学に行ってましたけどね。やっぱりその自分の命をかけて、なんで環境ないベトナム行かなきゃいけないから、こういうことをそっち行ってましたもんね、まあ、だけど自分は幸せだったと、はい、帰ってこれたからとか、こういうこと言ってました、だからアメリカもよくやってんだなという私は思いますよ、それは本当に、そうですね。だけどやっぱりものすごくあの犠牲があるよね、財政的、あとその、まあ、兵士たち、あるいはその家族、そうそうそう、で、あとそのまあ、相手の国もそう、あの今おっしゃっていたのは ROTC、ROTC です、はい、でそれがあのそれがないと大学に行けない人もいるし、そうそうそう、だからその、まあ、いわゆる革新系が、あの言ってるのはやっぱりそのぐらいのお金があるなら
もう大学、まあ、公立学校を、うん、じゃあ無償化、うん、本来の姿に戻しましょう、うんうん、でこういうようないろんな戦争のためにお金を使っているので医療、うん、その、まあ、無料というか無償化ができない、うん、公的、教育機関は、うん、そのできないとか、うん、そういうような問題が非常に多いです、はい、うん、で実は共和党が戦争が好きというイメージがあるんですけれども、うん、逆です、ね、今民主党の方が戦争が好き、うん、で例えばブッシュ政権、ブッシュ2の時の、うん、政権で、まあ、あれだけは例外ですかね、はい、うん、でアフガンと、ね、イラク戦争だったんですけども、うん、オバマになってから、うん、2つの戦争が7つの紛争に展開した、うんうん、でトランプはそれを一切拡大していない、うん、むしろ減らそうとしている、うん、だけどバイデンとか民主党がもうとにかく戦争が好きになっている、うん、もう完全に逆になっている。民主党はそうですよね、はい、例えば昭和、43年間ルーズベルト大統領の時にね、うん、その昭和13年の時、はいはいはい、それで民主党でしょ、うん、それで45年に原爆落としたやつか日本にね、うん、戦争開始したのも民主党だし原爆落としたのも民主党なんですよね、うん、共和党じゃないんですよね、うんうん、だから確かにそうなんです。イメージとしては民主党の方が平和的に見えるんだけど、はい、実態やったことはね逆ですもんね、はい、うん、ベトナム戦争も始めたのは民主党権利でしょ。まあ、ケネディ前から始まったから、ね、まあ、解釈の問題ですけれども、うん、まあ、一応、ね、トルーマン政権からやっぱりちょっと始まってて、うん、でアイゼンハワー政権、うんうん、でケネディ、うん、ジョンソン、うん、だけど、まあ、ご存知のようにアイゼンハワーは軍事産業が極めて危険ですよという、うん、彼の、隊員の演説で述べた、うんうん、だからトランプもそういうところがある、うん、この軍事産業が危険、あまりにも軍事産業大ですね、はい、うん、あまりにも力があるので、うん、気をつけた方がいいと彼が思っている。あ、そうです、はい、で彼がその将軍たち、その大将たちがあまりにも戦争のことをやりたい、うん、で彼がいつも注意していると言っているウェストポイントの卒業生が逆にそう言うんですね。うん、そうですね、まあ、彼はマスターポイントそのものではなくちょっと別の学校、軍学校に行ってたの、うん、高校の時。あ、はい、そうですか。なるほどね。はい、だからそのアメリカの選挙が、うん、そのやっぱり日本にとってものすごく影響がある、直接間接的に。で今回の選挙がおそらくアメリカにとって最も重要な選挙だと思う、うんうん、だけれども日本でその報道されるものとか、うん、あるいは日本人の間で、まあ、聞いてる議論ではちょっと関心が薄い気がする。違いですね、気がする。だからね、やっぱり、まあ、CNN とか BBC とかそれは見てますけどね、やっぱりニューヨークタイムズとかそういう、 もうメインのメディアの情報しか入ってこないじゃないですか、実際にね、はいはい、例えばニューヨークの、あと、まあ、サムスもそうですけど、デイリーニュースとかそういうやつね、うん、日本では夕刊フジみたいなクラスのやつかね、うん、なかなかわからないからね。そうね、まあ、いつも講演の時で申し上げているのは、このやっぱり主要なメディアは絶対、うん、絶対信頼してはダメと思う。なるほど。でなぜ、なぜというかその何が報道されているのはポイントじゃない、うん、何が報道されていないの方が重要と思う、うん、でさらにそのなぜこれが出ているのか、うん、つまりなぜ放送局とか新聞雑誌がこれを知ってほしい、うん、何かの思惑がある、うんうん、でじゃあなぜこの重要な話が掲載されてないとか放送されてない、うん、だから何よりなぜの方が重要と思う、うん、でだからアメリカのメディアがものすごく
バイアスのあり、まあ、中立的な立場ではない、うん、でこれ結局民主主義が崩壊する、うん、それによって、うんうん、まあ、日本もちょっと、ね、傾向がある程度あるんですけど、アメリカはです、ね、このそう30年ぐらいの間に大きくその貧富の差が激しくなりましたよね、うん、でそのことが前回の選挙におけるサンダースの人気につながってるんだと思うんですよ、はい、1% は富の相当分を持っていると、はい、で他の 99% あまり持っていないと、はい、これをね、その現場でっていうか、まあ、アメリカ人として見ておられて実際そうなっているのかどうか、ちょっとそういう話をしていただきます。はい、私はそう思う、うん、はい、細かい数字が多分議論できると思うんですが、うんうん、だけどもですね、毎回の選挙とか、うん、そのもうどんどん広くなってる、うん、で先生がアメリカにいらっしゃった、うんうん、留学された時、うん、それが最後のいい時期だった。いや、そうです、私もそう思ってます、はい、であれから大体72年からずっとその、その平均 の、うん、年収とか給料がもうほとんど変わっていない、うんうん、だけれどもインフレーションがやっぱりちょっと上がっている、うんうん、でそれに対して、例えばその企業のトップの人たちの給料が今大体その平均給料の確か400倍ぐらい大きい、うん、日本で考えられない、ね、ものです。だからその富のある人たちとの差もあり、そして自分たちの親あるいはその、おじいさんのおばあさんの世代とまた差がある、で特に、まあ、何が問題であるかというと、まあ、例えば税金の使い方で本来例えば教育に投資するとか、うん、医療制度とかあるはずですけども、はい、それがどんどん減っている、うん、戦争のためとか、うん、あるいはその負債のためにもうどんどんお金を、まあ、使ってて、うん、その社会になかなか投資していない状態です、うん、そうすると民間というその個人がその負担払わないといけない、うん、でその大学に行こうと思ったら、うん、もう莫大のローンを組まないといけない、うんうん、で今の私はちょうど、まあ、多分最後の時代だったと思うんです、うん、世代だったんですが、私の甥っ子が、うん、今30歳ですけれども、うん、彼が莫大のローンに組んで、でそうすると、まあ、結婚がなかなかできない、うん、そして、まあ、家庭を築いて、うん、家を買って、その余裕がとてもない、うん、状態です。で、さらにその日本と違って、うん、アメリカの医療が大体その、勤めている会社が、まあ、一定の負担する、あるその会社を通じて契約するんですけれども、もしその会社を辞めたら、個人でその医療の、まあ、保険を負担しないといけない。それが大きいよね。はい、で、そうすると、例えば起業家になりたい、うん、だけれども、独立してその医療を負担しないといけない、うん、だったら、もうその余裕がない、うん、で結局企業を起こせない状態になっている。でそれが革新系だけではなく、本来共和党を支持する人たちの問題でもある、うん、つまり活性化して経済が望ましい、うん、だけども今の制度では停滞している、あるいはそのなんていうその動けない、うん、なんと労働者がいる、うん、で結局企業を起こせない状態です。だから本当に大変な状態です、うん、で失業率が低くなっていると言われているんですが、うん、それが大体みんな2つの仕事をしてるからね、はい、持ってないとできない、うん、はい、厳しくなりましたね。そう、まあ笑い話として言いますと、私の実体験ですよ、うん、1970年そのコロンビア大学行ったんですけどね、うん、留学生がアジアから来てましたね、うん、
で月給の日からです。私は25歳ぐらいだったね、うんうん。それで役所に勤めてまして、うんうん、月給で5万円もらってました。うんうん、5万円ね。うん、それで同級生にタイの留学生がいたんです。うんうん、でこの人も公務員だった。給与いくらもらってるんだ。200円。で私は5万円でしょ。全然違うでしょ。うんうん、はい。ところがその時のアメリカ人の高卒の初任給は20万円、うんうんね、大卒だと40万円ぐらいだったと思うんです、うんうんねうん、そんなに差があったんですよね、はい、ところが今はそうじゃないでしょ、うんうんうん、そんな見ごられたアメリカじゃないはずですよね、そうです、うん、だからその中であの世界中に兵隊を派遣して、ねうんうん、世界平和を維持していくってなかなか大変ですよね、そうですね、うん、だから僕はそういう意味で私はアメリカはよくやってるなと本当思うんですよ、だけど多分維持不可能と思うんですよね。でそれがトランプがあの4年前出て、うん、あの理由の一つだ、うん、でしょうね、うん、でだからその同盟国に対してもっと負担をしろって、はい、それは分かるんですよね、はい、私はね、うんうん、だから民主党っていうのは、まあ、言葉は良くないけど割合偽善家的ですからあらゆるお付き合いをするじゃないですか、はいはい、だから国際関係も全部入っているとアメリカね、うん、だけどトランプだいぶ抜けましたよね、うんね、だからそれに対してなんかトランプというのは変わった政治家だと思っている人は日本人は多いんですよね、はいはい、ちゃんと付き合いしなきゃダメじゃないかと、はいうんはい、まあトランプが正しいとは言わないけど、まあ、両方の中間ぐらいがあるのかもしれませんけどね、うんうんまあ、あのご存知のように例えば主要な政党にはいろんな、まあ、あの派があるんですけれども、うんうん、例えばあの共和党の中に、うんその公立派、うん、そして国際派、うん、で民主党には革新系と、うん企業系、うん、でだからその、ですね、共和党の、まあ国際派と、うん企業系の民主党がほとんど変わらない、うんうんはい、ほとんど変わらないでこっちも結構価値観とか考え方に似てる、うんでだからそのサンダースの人たちはトランプが好き。面白い。あの全てではないですか。いや、わかる。なんだろう。で、こっちの方もあの実はサンダースの政策を支持している。だからちょっとあの政治再編がやっぱり必要かなと。まあ、だからそれでいいんじゃないですか。うん、私は思いますよ。うんうん、あんまりこちこちにね、党派で争ってるんじゃなくて。我々もそうですよ。別にね、自民党だからどうだ、民主党だからって、そんなね、一応、建前はありますけどね、うん、やってる政策について、相手と共通するところいっぱいありますからね、うんうん。だから、そういうことだと思いますけどね。まあ、でも、日本にとって、我々日本にとって、一番相談しやすい、頼りがいのあるのはやっぱアメリカですからね、なんといってもね。だから、やっぱアメリカはきちっとした力を持っていてほしいなと思うし、社会が混乱するのは困るなと。うんなるほど。であの逆にでこの間 の, あの同じ勉強会に、うん、あのいらっしゃっていたんですけど、うん、私はそのやっぱり日本の再生もすごく重要と思ってます、ね、やっぱり地方を活性化しないといけない。でその意味では私はずっとこの30年間関西に、うん、おりまして、でそのうち8年間で沖縄に住んでたんですけども、東京には一度も住んだことがなくて、であの東京の外から、まあ、例えば関西から、関西から日本を見ることができる、うん、あの非常に幸せな30年間だったと思います。貴重な人ですね。でもぜひともあの日本の審判にはなっていただいていると思いますが、いろいろアドバイスをいただければいいし、私もいろいろ言いますから。まあ、フリーにね、ディスカッションできる間から必要なんですね。そうです、はい、だいたい、まあ、外国交渉等やっても建前論がほとんどですからね、実際こうだっていうやつが、そういう人間関係やっぱり政治家も作っていかなきゃいけないなと思ってます。そうです、はい、私もいろいろな場面で、あの国際会議等で、あのこの VIP とかヨーロッパとか会いましてもね、ちゃんともう、携帯電話聞くんですよ。うん、携帯で話します。うん、時々ね、無理があるときは。まあ、そうすると親しくなりますね。そうですね。うんはい、いつでも会えるし。そう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 。はい、それが役所のオフィシャルな電話をするじゃ、なかなかつながらないし。うん、ね、うんうん。まあ、そういうことで、やっぱり、共に語り合うことが非常に大事だと思いますし、はい、私はだから、
あの安倍総理がね、その外交がうまくやったと言われるのはですね、4年前にダボス会議でね、あの方がそのアベノミクスをしたいとした演説をしたんですよ。それがね、こうしてね、いろいろそのジェスチャーを交えてやった、うん、そんなそれじゃ今にいませんか、日本で。英語のできる人はブーッと言うだけですからね、それ見てたね、あのままでヨーロッパの人たちはね、アワーフレンズって、それ我々の友達だっていうか、仲間だっていう感じを持ったんだと思うんですよ、うん、話せるやつだっていうかね、うん、あれ非常に大きかったと思うんですよ、うん、安倍さんの一番功績の大きい功績の一つだと私は思ってるんですよ、うんうんうん、そうですね、まあ、私は安倍総理についていろいろ評価するところ、うん、そしてちょっと建設的に批判するところなんですけども、うん、でもとても評価しできるのはなかなか他の政治家にないのが、うん、その国際性を持ちながら強い信念もある、うんうん、まあそうですね、で例えば国際性があって信念がない政治家、うんうん、そして信念があって通用しないし、国際性がない人はいくらでもいる、うん、いますね、だから両方とも安倍総理が持っていることです、うん、安倍さんの残した功績のが最大のテーマはそこだと思うんですよ、うん、まあアメリカも先進国、日本も先進国ですから、先進国はしっかりとした責任感を持ってフランクに本当のことを話し合える雰囲気を持っておかないとね、はい、やっぱいけませんよね、はいはい、で私はいつも日米関係が夫婦関係と言ってます。でお互いに持ってないことを共有することによって、ね、よりいい関係が作れる、うん、で夫婦の場合はもう本当に正直で言わないといけない、うん、友達もそうですよ、ね、そうですね、そういう意味では本音で話し合える関係だけ言いませんね、はい、日米はね、はい、まあ一つよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。